がアニマルパスウェイ1号機です。ヤマネやヒメネズミなどは夜に動きますので、この時間にご覧いただくことはできませんけれども、もしかしたら昼間動くリスがご覧いただけるかもしれません。こちらにお越しの際にはぜひ注意しながらご覧ください。今回グッドライフアワード環境大臣賞ありがとうございました。今まで12年間アニマルパスウェイ研究会の活動を行ってまいりましたけれども、この活動を通じましてアニマルパスウェイの普及に貢献できまして、樹上性野生動物の保全活動を行ってこれました。大変ありがとうございました。とても嬉しいですね。僕たちにとっても嬉しいし、また喜んでいるのはヤマネとかリスとか日本の森に住んでいる動物たちが喜んでいると思っています。世界中に森はあります。世界中に森を貫く道路があります。ですから日本中世界中に広がっていく必要があると思っています。今日本からイギリスへも考え方が広がってイギリスでもできましたし、デンマークにもできました。ですからこれから世界中に、北は北海道から沖縄まで日本中に広がっていけばいいなと思っています。